爆走たくやくん4を侵入で外に行こうとする必要もなくて真ん中よりちょい左4の侵入で2の外もそうですね4の外もそうでなんか立ち上がり早く来るとなんか直角形って感じするんですけど近道でまっすぐスプッチした方が早いです。危なくないし、はいはい、はい、ありがとうございます。で1秒タイムアップ、1秒タイムアップ頑張るぞ、はい、よし。さあ、はい、1回乗ってみましたけれども、ね、今ちょっとタイムアップの秘訣をちょっとお伺いちょっとこそこそお伺いしたので、あれ全部 P 入れてくださいね。あ、ダメですよ、ダダン流ししちゃう、ね、お金取れるぐらいのあれでしたからね。お金払ってやってますから、ね、そうですよ、はい、そうです。なんで今からそのちょっとタイムアップの秘訣を聞きましたので、今からちょっと江口さんと一緒にタイムアタックに、はい、挑戦してみたいな。5周です、ね、5周で計測5周です。はい、先ほどのベストタイムが、はい、48秒6、618、はい、618、僕が48秒726、726、はい、勝ってます。いや、はい、8年ぶりです、はい、私8年ぶりスーツ早くなるスーツ。いや、そんなあのレーザーレーサーみたいな機能ないです。パツパツじゃないですから、ね、空気抵抗はちゃんと同じぐらいですからね。大きくそうです。いやいや、そんなことないそんなことない、大丈夫ですよ。じゃあ計測5周で、はい、目標は47秒台に入れること、はい、7秒台目標にしていきたい、はい、コンマ6、コンマ6、僕はコンマ6だから約1秒縮めるってことですね、はい、縮まったらすごいですね。縮まったらすごいですね。頑張りましょう。じゃあちょっと早速、はい、行ってみたいと思います。今回も解説を務めますのは、レーシングドライバーの中澤拓也です。これはね、お決まりで言い続けていきたいなと思っておりますけれども、それではタイムアタックに挑戦してみたいと思います。目指すは47秒台、はい、頑張ります。頑張ります。行ってきます。さあ、まあ、前回はね、練習走行ということで、タイムが48秒6だったんですけれども、今回はまあタイムアタックということですから47秒台に、タイムを縮めようと、いうことです。僕練習走行48秒6だったので、まあ、大体ね1秒ぐらい縮めるというイメージですね。で、タイムアタックは5周で行いますけれども、まだこれ全然アクセル全開じゃないですね。このピットアウトした直後の、周回というのは、この業界用語でアウトラップというふうに言います。はい、タイヤの表面も冷えてますし、エンジンも冷えてますし、マシーンのね、ブレーキとかも冷えてるので、ここからね全開で行ってもあんまりいいタイムは正直出ないです。なので、ピットアウト直後の周はアウトラップというふうに言います。でこれ計測1周目ですね。でもまだ、タイヤが温まってませんので、正直この周もタイムはまだ出ないと思います。で先ほどあの鬼教官のね土屋さんに言われていたコース取り、ここの3コーナーから4コーナーの、ここのね、今これが回ってるのが4コーナーですけど、このライン取りを、うまく取ることがプレシン東京サーキットのタイムアップにすごくつながるということですね。後半セクションは正直もう僕の中でも完成はしてるイメージなんですけど、前半のねやっぱり1コーナー回って2コーナー3、4というこのコーナーが連続して、訪れる場所っていうのがやっぱりドライバー的にもすぐコーナーがやってきますから、次の組み立てっていうのはやっぱりちゃんと4つ先ぐらいまでのコーナーまで考えとかないと、あのうまくねあのリズムに乗って車を走らすことができないんですね、この1コーナーです。はい、で、これが2コーナーです。はい、ですぐ来ますね。その後もうすぐ3が来て、3ずっと左に曲がってます、ずっと曲がってます。でここ次4、右コーナーですね。この組み立てをねやっぱりうまくすることがやっぱり新東京サーキットうまく走るための術ですね。で、今これね見ていただくと、あのコースの脇にですね、あの赤と白のしましまになっているものがあると思うんですけれども、それはですね一応コースとして使っていい部分なんですけど、材質はねアスファルトとはまた違うんですが、このしましまのやつですね、はい、僕今喋りながら指さしましたけどね、指さしたところで皆さんに伝わらないんですが、ゼブラっていう風に言います。今これね1コーナーまたいでましたけど、このゼブラっていうのは実はあの高さがコースによって場所によって全然変わるんです。低いゼブラもあれば高いゼブラもあるんですけど、このゼブラっていうのはまあ踏んだ方が、コースのより内側を走れるので距離的には短くなるんですけど、かといって踏みすぎても良くないんですね。江口さんもね今タイムアタック頑張ってます。はい、要は
すごい高いゼブラに乗るとマシンが揺れますね。で揺れたりすると姿勢が乱れるので、要はそれは抵抗にしかならないんですよ。なんで距離が縮まったとしても、その段差とか、抵抗によってプラマイゼロもしくはプラスになってしまう、あの部分がね、マイナスになってしまう部分があったりするので、このゼブラのね踏む場所とかもすごく考えて走らなきゃいけないんですけど、はい、このね今井さん走ってる絵にもゼブラ出てましたけど、僕の悪い癖でこのね4コーナーこのね4コーナーが本当に鬼門なんですよね。1コーナーのねゼブラをどうしても僕踏みすぎてしまうんですよ。左側にゼブラがあるんですけど、左前輪を若干ゼブラにかけるんですけど、それがね若干かけすぎてて、すごく車が揺れるんです。1コーナー曲がってる時にあれが抵抗になっちゃうので、このね今右側にあるのがゼブラですけど、最終コーナーのゼブラはあれ高いので絶対乗らないんです。今これ計測5周目ですね。5周目、まだちょっと若干首かしげてましたけど全然タイムが出ないです。これです、この1コーナーの今振動、これがね良くないんですよ。で僕の癖で2コーナーはね低いんで乗ってもいいんですけど、で3も乗らずに、はい、で4も若干引っ掛けるぐらいなんですね。でこの4コーナーがね今また首かしげてますけど、このトラクションって言うんですけど、コーナーを抜けて立ち上がってくる時の車にかかる力、タイヤにかかる力をトラクションって言うんですけど、そのトラクションが抜けると、要はさっきみたいにキュルキュルって言っちゃうんですよ。そのキュルキュルっていうのが多いと車が滑ってるってことなので、あそこはなるべく車を滑らせずに立ち上がってきた方が、トラクションをうまくかけて立ち上がった方が4コーナー明けの裏ストレート の, あの直線エンドの最高速が伸びるので、そうなんです。これもね今乗りすぎなんですけど、これ今計測ね5周終わりました。でもまだこれ48秒1とかね47秒台には入ってないんですよ。で一応本当はこの週ピットに入らなきゃいけないので、ピットに入る週をインラップっていう風に言います。出た週はアウトラップ、入る週はインラップなんですけど、カートだとあんまないですけどね、あの4輪とかだとピットに入ってタイヤ交換給油をしてもう一回コースに出るっていうことをしなきゃいけないので、ピットインする周回インラップっていうのはフルプッシュする週なんですけど、カートの場合はタイヤ交換とかないのでね、あんまりインラップでフルプッシュっていうのはないんですが、これ本当はこの週ピット入らなきゃいけないんですが、悔しいのでもう一回行ってますね。6周目ね、ハテナついてますけど、これ1コーナー曲がります。さっきよりも乗ってないです。振動の量が少ないと思うんですけど、で2コーナーは完全にまたいでます。で3コーナー曲がって、ここもうまく車速が乗ってます。で4コーナーも若干左のゼブラかけて、これ今キュルキュル言ってなかったですね。皆さんさっきの聞き比べてもらうといいんですけど、これはうまくトラクションが乗ってる証拠なんです。なので僕もこう感覚的にもこの週が一番早いと思ってるので、この6周目ピット入らずに僕もう一回メインストレートの越えに行ってます。これ最終コーナーもう立ち上がって、もうかなり仕上がってますこの週は。さあ結果はどうなんでしょう。入りましたね、この動作で最速ラップです。この週最終週が47秒767、入りました47秒台、はい、結構本当にドライバーの感覚的にも速い週というのはすごく分かりますし、でさっきの1コーナーもね、もうほんのちょっと2センチぐらいあのラインをずらしただけで、あの外回り2センチ外回ってるんですけどタイムは速くなってるんですよ。でそれがやっぱりゼブラの、ね、影響だったりとか、あとはトラクションのね車の音とかもうすごくよく聞いてないといけないですし、キュルキュル言ってる時っていうのはちょっと攻めすぎな証拠です。タイヤの限界を超えてるっていう証拠なので、それが鳴るかならないかぐらいのギリギリのところで車をコントロールして走ってあげるのが一番早いですね。さあ江口さん帰ってきましたねえ。あれ江口さんは47秒入らずですね。もうクソって言ってますけど、でもね江口さんも早いんですよ、48秒台。さっきこれ撮影前に雨降ったらお面で48秒っていうのは鬼教官もね言ってましたけど、相当やっぱり早いですね。そして私ですけれども、テンション上がってるんじゃないですか。そうよ47秒7。中田君の足はどうでした。
超うまいですね。8年ぶりで2回目とか2セッション目なんで、めちゃめちゃうまいと思っていてす。日常的に乗ってる人と変わらないレベルです。今まで中田さんを舐めてたやつは、でもね、本当にこういうシビアなものがいろんな要素が合わさらないとブーストラップっていうのはやっぱ出ないんですよね。マジ、うん、いやもう47秒入れるって言ったら入れますから。最後あの戻ってこいって言われたじゃないですか。あの週が俺一番早いなと思ったから戻ってこなかったんですよ。あそしたら47秒だから最終ラップが47秒だから、はいはいはい、だから一周良かった、ね、そうだから一周良かった、はいはい、俺もうあそこ1コーナー待たずで、あ、はい、決まったなと思って、ったっ、ね、もう一周行ったんです。 あれ江口さん、さっきのタイム変わってないですよ。壊れてるんじゃないですかね。いやいや、壊れてない、壊れてないですか。最新のね、最新の計測システムですから、ね、新東京サーキットは、ね、僕はタイム交渉してません。できませんでした。楽しい、いや、すごいですよ。めちゃめちゃ楽しい。江口さんが戻ってくる時について、はい、めっちゃ悔しい顔してた。僕あのシールドがね、丸見えなんで。あ、そうか、そうですよね。心の内がね、天を仰いだと思う。タイムアップしてくるとやっぱ楽しいんですよね。そうですよね、うん、じゃあ次は46秒かな。お、どんどん先行っちゃいますね。もうね、まだまだいける気がする。まだ行きます、まだ無駄がある走り。前半とかね、やっぱりここまで来たらどんどん細かいところ、完璧な一周ってシュミゲーターでもそうだったじゃないですか。そうです、結局セクター1、セクター2、セクター3、まあね、区切ればあるわけなんですけど、うん、多分今最後の週が一番良かったって言っても、うん、その全セクターでベストだったかっていうと分からないじゃないですか。そうです、そうです、そうです。1コーナーうまく決まっても最終コーナーでミスった週もあったと思いますし、逆の週もあると思うので、そうなるとやっぱりね、それをつなぐ1周が完璧な1周っていうのを、そうですね、出したいですよね。そうどうしてもね、こう決まってる週ってもっと行きたくなるんですよ。あ、はいはい、もっと行くともうダメなんですよね、うん、マシンの限界超えちゃってるから。まあ更新してない僕が言うのもあれなんですけど、結構タイムが出る週って楽に走ってるんですよ。そうです、意外とガッとね、こらブレーキ我慢しようって言って、ほらって曲がってる時は結構タイムが遅くて、でなんかあんまり考えないでどうなのかなとかって走った週が意外と速かったりするんですよ。そういう感じだ、タイムアタックだって思って走るともう遅いんですよね。そうですね、力んじゃうから、だからもうこれは普通に走ってるって思った方が意外と速い。なるほどじゃないそうなんですね。歌とかも一緒？歌もなんかこう、なんていうんですかね、力むとやっぱそれがお客さんにも伝わるし、だからこっちがドライバー的に言うとこっちが力むとそれがマシンに伝わるし、だからマシンもやっぱり力まないで一番楽に走らせてあげてる時が一番速いっていうので、歌も一緒にですね。力まないで。ちゃんとやっぱ共通点があるんですね。そうですね。まあ、こっちの伝わるんでしょうね。そうですね、マシンにもお客様にも。そうですね。歌あの辺に置いてきたんですよ。取り行け、はい、次の週回収して、あ、お願いします。ちょっとさっきね、47秒入った時にもうそこで置いてきたんですよ。あ、そうですか。次回はどうしましょうか。次回、はい、次回はやっぱバトルじゃないですか。いいんですか、江口さんと一緒に。タイムアタックとやっぱバトルはやっぱ違います、はい、クリアラップ取れないですからね、タイムアタックと違って、はい、僕がガンガン邪魔するかもしれない。それ、ね、僕の目標としては、うん、2位以上に入りたいですよ。いやいやいや、2位しかいないですか。2位しかいないから、2位以上とかじゃないですか。表彰台ね。表彰台、いや、1位を狙ってください。あ、わかりました。はい、もう今日はポディウム1個しかないです。そうですね、はい。お願いします。どっちが乗るかっていう。そうです、そうです。ポディウムか地面か。そうです、はい、地面か。じゃあ次回は、次回はバトルで。次回はバトルをしたいみたいと思います。見逃しませんよ。はいはい、お楽しみに。はい。爆走拓也くん、次回はいよいよ江口さんとバトルです。お楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。